どうもこんにちは、松田正蔵です。沖縄最終日、お昼の国際通りの散歩ですけども、歩行者天国ですか今日。木金土日と4日間沖縄に来ましたけども、ついに最終日になりました。今日も散歩配信しようかなと思います。歩行者天国ですかね。こんにちは。ついに今日大阪に帰ることになります。木金土日と4日間沖縄に来てましたけど、もう帰りますよ。てか風が強すぎてちょっと風の音がうるさかった、ごめんなさい。普段ね、この音楽アカウントでやってるんですけど、木曜日から来てたんですけど、今日終わるんですよ、今日帰るんですよ。で最終日ね、ちょっと国際通りでお土産買って帰ろうかなと思ってます。でちょっと国際通り来たんですけど、歩行者天国になってますね。普段からそうなんかな、日曜日の昼間とか。めっちゃ歩行者天国で、なんか歩道歩きがちっていうね、なんかあんまこうやって堂々と車道を通るの違和感。いや、国際通り3回目ですね。でも昼の国際通りもいいなと思って、夜、一昨日、昨日と夜晩ご飯食べましたけど、お土産買うの昼がいいかなと思って閉まってたんでね。いや、いろいろなね、お酒屋さんと、あとまあベタやけど、あのお菓子御殿、あとなんかのろもののお土産屋さん入りました。いや、もう終わりですよ、ついに今日で。もうこの後ちょっとゆっくりして、もうレンタカー返して大阪に帰ります。金土日と配信させてもらいましたけど、今日はね、あったかいです。今日最高気温全然23とかいう話を聞いてますよ。ちょっと太陽隠れたら、ってか風が強いんですよ、めっちゃ。全然今日 T シャツの人もいますね。紅色タルト美味しいですよね。よく見るん、もう昔からありますよね。ようもらったりもするんやけど、やっぱ美味しい。めっちゃ賑やかやし。昨日の沖縄、お土産も買ったしね、もうあとはゆっくりするだけですわ。なんかイベントやってんかな。汗長島行きましたよ。海かじテラスですよね。昨日も行きましたし、昨日もね、木金土日と沖縄におるんですけど、まあ、ブラブラ歩いてるときはライブ配信とかさせてもらってて、昨日海かじテラスでライブ配信しました。沖縄結構来てるんですけど、知らないところ深い。
勉強不足ですわ。めっちゃ賑やか。通りを突っ切って車まで戻ってですね、ちょっとまだゆっくりしたいなっていう、ちょっとこのアングルもいいな。ライブ配信したら結構見てくれる人も増えて楽しい4日間でしたよ。まあ、夜ね、結構国際通りほんま昨日とかうろ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 してて2時間ぐらいやってたけど、でもやっぱりみんなコメントとかいいねとかめっちゃくれて嬉しかったです。まあ音楽アカウントでやってますけど、散歩とか食べたり歩いたりは大阪に帰ってもやるんでね、ぜひぜひフォローしていただいていろいろチェックしていただけたらと思います。やっぱちょっと道の真ん中歩くの抵抗あるな。なんか人がいないな。今沖縄の国際通りにいます。木、金、土、日と沖縄に来ましたけど、もう最終日になりました。いや太陽出た、暑い。方もね、ちらほらやっぱり会話で気づくかなって感じですね。でもう旧正月入ったね。でも、昨日栄町市場っていうところでご飯食べたんですけど、餃子屋さんがあってそこ入ろうかなと思って行ったら、旧正月のため休みって言われてましたね。店員さん中国やったの、中国の方やったな。僕が沖縄、スシローがある、スシローがあるんですよ。タコスって有名ですよね。聞いたことありますね。でも行き過ぎましたっけ。結構変わってんすよね。木金土日ってね、大阪から、沖縄に来てブラブラ一人旅ですね。ライブ配信とかさせてもうていっぱい見てくれて感謝です。大阪戻ってもね、まあ、通天閣とか道頓堀とか何やかんや観光名所散歩とか食べたりとか、そんな配信していこうと思うんで、ぜひね見ていただけたらと思います。あ、ありがとうございます。今ねガラガラなんですよ、確かに。しかもなんかイベントあるんですか今日。歩行者天国なっててあったかいですよ今日。最高23度ぐらいって言ってましたからね。あ、初見ありがとうございます。さっき通ってた、明日のジョーの右側、明日のジョー昨日も何回も通った。あそこかな、明日のジョー。え、いや雪は分かるけどマイナス11ってやばいな。
通りでおすすめのご飯どうすか。皆さん昨日もね僕結構教えてもらったんですよね。市場の方とか立ち飲みとか教えてもらいましたよ。あとライブ配信しながらこっそり入った、こっそりとか普通に入った居酒屋が Wi-Fi 電波なくて配信が途切れるっていう事件もありましたけど、でも本当に夜は三振ライブを見ながら聞きながら楽しめるお店いっぱいあると思います。あ、いいねもありがとうございます。国際通りの入り口まで、いやこここんな風に歩けるんだって貴重ですよね。最近ずっとそんな感じなのかな。ヘロヘロジョーの、いや今日はほんま泳げちゃいますよ。20度超えてるんちゃうかな。これからまだ暑くなると思いますし、ただねさっきもコメントくれましたけど、本州とか大阪東京とか全部北海道マイナス11度って書いてたから、 ありがとうございますシェアとか。あ、ほんま変わってますよ。飛行機で帰ろうかなと思ってます。ぜひフォローしていただきたいと思います。はじめまして。あ、フォローもありがとうございます涙出ますね。もともと沖縄のあれやったんですか。ありがとうございます。いやほんま観光通り、日曜日ですよ。日曜日の真昼、真っ昼間、ありがとうございます初見様も。いや昼からたくさんの方に聞いていただいて、沖縄のね国際通りに来ます。木金土日とも今日最終日ですけどね、一人旅で来てるんですけども、まあ、一応音楽アカウントでこのアカウントを動かしてて、まあ、弾き語りカバーとかね、まあ、オリジナル曲も動画アップしてるんで、よかったらそちらも見ていただけたらと思います。ライブ配信はまあおしゃべりとか何か食べたりとか散歩したりとか、まあ、こんな感じでね、配信していきますので、どうぞよろしくお願いします。 Thank you, thank you。 ほんま裏商店街ぐらい人いない。石垣島行ったことないんですよね。離島は宮古島だけなんですよ、行ったことあんの。石垣も行ってみたいな。1年前やったらもうコロナ禍ですもんね。だいぶ変わってたんかな。ありがとうございます。国際通り人徐々に、まあコロナ禍に比べたらなんかな。でも夜の方が栄えてんかな。日曜日の昼間でこんな感じなんですか。まあ、夜がまあ賑わう街なんでしょうけど、もうちょっとブラブラしようかな。まだ1時過ぎですかね。時間もあるや。スペイン語わからないスペイン全くわからない。パエリア食べるぐらいですね。ですよね、夜ですよね。あ、フォロー Thank you、 フォローありがとうございます。いやさっきもそうやけど、やっぱりね、何やろ、歩行者天国や言うてんのに、なんか歩道ちゃんと歩くっていう。
あの一番の方ね、あ、時間ちょっとギリギリかな、ちょっと早足で歩いて、また今日も国際通りうろうろしちゃってますけど、ちょっと市場の方とか商店街の方ね、行ってみたいですね。やっぱり美味しいんですよね。確かにセミネも多い、さっきもあった。商店街さっきもね、ドンキの横から入る一番のところ、あれにちょっと覗きましたけど、人結構いましたね、あっち。あ、メーカーもありますもんね、ベニールタルト。昔御殿のやつが食べがちかな、やっぱり。いや、冬でももう暑い。やっぱり歩道歩いちゃう。堂々と、じゃ真ん中歩いてみましょう。なんか緊張するな、真ん中歩くの。牧師駅から左に曲がって、フェリーあんねや。久高島ってとこ行きましたね、めっちゃ昔に。レンタサイクルでうろうろしましたね。あ、そうなんや。サータンダギー、サータンダギーね、昨日ね、ね、なんていうとこ、あれ三ツ矢、三ツ矢本舗っていうところに食べましたよ。三ツ矢ボール、なんか通称ドラゴンボールとか言ってたけど、昼間の国際通りこんな感じですね。まさかの歩行者天国になってたけど、このまま市場の方行ってぐるっと回って、またさっきの入り口のところに向かって終了です。その後はまあのんびりして空港戻って大阪に帰ります。宮城まで、あ、ジェフ行ったんですよ、ちょうど今日。なんかみんなね、 A&W エンダー行きがちっての聞きましたけど、僕ジェフ好きなんです。ジェフニューヤルバーガー、宮城マートって何やな。人少ないです今日。少ないですよね、やっぱり。これ日曜日の昼ですよ。歩道の方に行っちゃう。そうそう、ヌーヤルバーガーとゴーヤバーガー、最後まで悩んだけどヌーヤルにしました。ヌーヤルもあれですよね、ゴーヤ入ってますよね、あれ。今沖縄の国際通りに来ております。木金土日と大阪から、一人旅で沖縄に来ましたけど、ついに最終日です。ブラブラしてますけど、この後またね、ちょっと時間あったら海見て大阪に帰ります。これどうしたの、旧正月、国際通りもやっぱ影響あんねん。ヌーヤルとオレンジジュース飲みましたね。僕普段飲まないんですけど、オレンジジュースとか、なんかめっちゃ美味しそうやった。
いやレンタ、そうなんですよね、まだレンタカーなんですよ。あ、フォローありがとうございます。沖縄への前のホテル、新しいホテルもめっちゃ、え、ここめっちゃいいホテル沖縄や。ここめちゃめちゃ綺麗な新しいホテルですよね。あるんですけど、はまらなかったですね。めっちゃ綺麗やん。服装ね、今日ね比較的暖かいと思うんですけど、ただ風が強くて、一昨日ぐらい、一昨日の夜はめっちゃ寒かったですね。ウルトラダウン着てましたもん、国際通りで。ありがとうございます、ハートの文字。あ、そうそう、シップ。味もサロンパスないよ。あ、大阪同士、大阪配信もしますんで、またノーレンプラザ、ディープなとこいいなと、いろいろ教えていただいてね、ディープなとこも。また近々来たいんで、めちゃくちゃ参考にしたいです。あ、ギフトありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。あ、10年ぶり、10年ぶりやったらコロナ前ですもんね。これコロナのせいか何なのか分かんないですけど、人少ないです全然。あ、ハブ酒ね、ちょっとネタで友達に買って帰ろうかなと思って。やばいやばい、筋肉痛になったらもうサロンパス、指よだれているってやばい。わからんでもないけど、いや皆さんどうもありがとうございます。木金土日と大阪からね一人旅で来てるんですけども、もう今日最終日です。普段あの音楽アカウントなんで、これあの弾き語りとかね、カバーとか、まあ、オリジナル曲も、動画載せてますし、あのサブスクとか配信でも聴けるんで、よかったらぜひ聴いてやってください。ライブ配信はこんな散歩したり、こんな感じでねおしゃべりしながらブラブラしたりしてるんで、ぜひチェックしていただけたらと思います。フォローお願いします。あ、そうそう、昨日もここドンキの前の10円なんとか、めっちゃ並んでた。めっちゃチーズでしょあれ。なんか全然知らないですよ、チーズでしょとか言って、めっちゃチーズ飲みるみたいですよ。こっちの方が人多く見える。キムチもずく絶対美味しいや。ちょっと待ってくださいね、だいぶ日焼けしてないこれ。え、24時間の定食屋とかあんねや、どんてマスクしてはるわ。あ、勉強になりましたそれ。あのミッキーだいぶ日に焼きとったな。いや皆さんどうも見ていただいてありがとうございます。昨日晩この辺歩きましたけど、全晩はやっぱ国際通りの方が人いっぱいで、ディープな居酒屋を教えてもらいましたけどね、この辺の。あ、建物ね、昨日も見ましたけど、できてるんですよ、そこ。もともとここにあって、今移転して、建て替え取ったのができたのかな。今ね、沖縄の国際通りちょっと外れて、市場。退職してても昨日めちゃくちゃ分かりますわ。じゃ
ちょっと国際通りに戻って、あ、昨日教えてもらった居酒屋もね、このまっすぐ何だっけ、末広ブルースの向かいにあるっていう。いや、皆さんありがとうございます。まあ、ちょっとほんまレンタカー早返して飲みたいな、空港で飲もうかな。あ、沖縄人、沖縄人の方、沖縄の方、いいなあ。フォローありがとうございます。ぜひぜひ皆さんフォローお願いします。まあ、大阪に私住んでおりますので、大阪のライブ配信、散歩配信も、まあ、大阪、まあ、奈良、京都、神戸、にゃんこ可愛いな。昨日いた大島もめっちゃ猫いましたね。長渕を聞きながら猫。あ、ごめんごめん。猫。近いんですか？もう今日で終わりなんですよ。木金土にして4日間今日で終わり。帰りたくないですわ。あ、昨日教えてもらっている所がここなんですよ。昼から空いてんねや。じゃあまた国際通り戻りまーす。いや、明日で終わり、明日で今日や、今日で終わりですね。木金土日で夕方の飛行機で大阪帰ります。いや、こちらこそありがとうございます。見ていただいて皆さん、77人もの方がいいねもたくさんいただいて、ぜひね、大阪ライブ配信、また旅行行ったら一人旅したらこんな感じでいろんなとこ散歩しますし、部屋でちょっと黙々とご飯食べてるようなライブ配信もしたり、あとは音楽やってるんで、あの弾き語りとかカバーとかオリジナル曲とかね、アップしたいなと思ってるんで。めっちゃ味のある建物、移住いいっすね。確かに時給も上がってきてると思う。昨日は動画に載せたんですけど、サーターアンダーギー食べて、朝 A&W 食べて、あと餃子が、あの境町市場餃子食べてですね、あとあの大島ってところで天ぷら食べて、で夜居酒屋入ってライブ配信してたんですけど、その居酒屋が電波なくて途切れちゃったっていう、そんなこともありました。じゃあ国際、あ、逆こっちから行ってみようかな。やっぱ逃げやってる方から行こうかな。天ぷら美味しかったですよ。あ、フォローありがとうございます。コロンビア、ありがとうございます。こんにちは、ハロー。人少ないんですよ、あ、ここはね。で、そこの市場は人となんか賑わってた風やったけど、また国際通りに行ったらまた少ないっていう。ありがとうございます。ぜひぜひ、あ、せんべろ、あ、ほんまや、3杯プラス1品で1000円や。スクショ、これすごいな。え、昨日教えてもらったとこもそうやけど、3杯プラス1品で1000円や、やばいな。フォローありがとうございます。平和通り、ノーレンプラザ、よかせにアイス、あ、なんか聞いたことある、この本なんかな。
モレンプラザもディープってさっき教えてもらいました、ね、モレンビールもうプレミアムっていうのが出てたって。だいぶ日焼けしてるって。ハワイのスヌーピーみたいになってる。いやいや、皆さんありがとうございます。いや、もう帰るのが なんかね、名残惜しいというか、まあ、存分楽しんだんですけど、これはちょっとまた移動して、ちょっとパッと見海でも見て、最後ただそこでもちょっと数分、数十分ぐらいかな、ライブ配信できたと思いますけども、まあ、大阪戻っても、さっきからすみません、ずっと言ってますけども、重ね重ねですけども、食べたり歩いたり、そんなライブ配信してるんで、してるんでというか、最近なんですよね、ライブ配信するようになったの。ぜひぜひフォローして、チェックしていただけたらと思います。あとはね、まあ、音楽系の、アカウントなんで聞いただりとか、家でささやくように歌ってる、小声で歌ってる動画とかアップしてるんで、あ、フォローありがとうございます。フォローテンキュー。あとオリジナル曲ね、サブスク、 LINE ミュージックとか Apple ミュージックとか Spotify とかで聴けるんで、ぜひ聴いてやってください。音楽は制作がメインでね、気温ね、今何度ぐらい、20度ぐらいかな。あ、アップルウォッチやったら23度、見えへんな、左下23度ですね。明石焼き、明石焼きね、食べたことないです。 あるかな、何回か。ぜひぜひ大阪も降り立ってください。暑いですよ、23度。ちょっとやばい、長袖、全然 T シャツで行けますわ今日は。脇汗がやばい、暑っ。こんにちは。なんでこうちょっと英語で読むとき、なんか英語風になっちゃう。こんにちはってやつ、こんにちは、ありがとうございます。いいねとかフォローとか嬉しいです。そうですね、水族館ですね、大阪にある水族館、近くに観覧車があるとこ。夜行バス途中下車できないな。そうですね、歩行天国、歩行者天国になってますね。と思いました。本当に感謝です。めっちゃ風強いんですよ。ごめんなさいね、うるさかった、ごめんなさいね。なんかじゃあイベントやってんかな。やってるようには見えへんねんけど、やるんか。足ビーダーってどこでしたっけ。アウトレットでしたっけ。暖かいですよ。暖かいというか暑いですよ。今日は特に、多分今日は特に暑くて、今23度ぐらいでしたね、さっき見たら。いや、もう大阪帰ったらほんま一桁やろうし、
ってますわ。ちょ風ほんま強い。これぬるい風なんですよ。おとといの夜はもう冷たい風でも大変ですよ。アウトレットや行ったことないかもしれない。でもあれですよ、瀬長島の近くでしたっけ。なんとなく大阪寒いんや。プーマのアウトレット安いですもんね。あ、大阪の方多いですもうね、仲間フォローありがとうございます。アウトレットって土日めっちゃ混んでますよね。アウトレットとイオンってめっちゃ混んでますよね。あ、いや、たくさんの方が見ていただいてます、ありがとうございます。なんか書いてあるの。こんな、え、1万人のエイサー踊り隊。あ、国際通りですよ。沖縄の国際通りにいます。散歩配信、木金土日と4日間の沖縄に来たんですけども、フィナーレ最終日です。エイサーね、見たいですよね。残念やわ。あ、シェアもありがとうございます。いいねもありがとうございます。フォローもありがとうございます。ぜひぜひこれからもね、散歩配信、もぐもぐ配信、音楽配信、何かにしていこうと思ってるんで、ぜひぜひ見ていってやっていただけたらと思います。これから増えるんかな。確かにまだ昼やからね、1時やからね。昨日はイケメン多いよね。多いんかな、どうなんやろ。勝手なもうイメージ、先入観やけどね、濃い人のイメージはありますけど。なんかね、レンタカーやっぱそれこそコロナ禍って、ね、旅行もみんなできへんから、車抱えてても維持費大変やから、みんな手放してたレンタカー屋さん多かったみたいですけど、今もやっぱり復活してきたのかな。借り入れましたよ。でも来月はね、いっぱいやったんですよ。ほんま来月来ると思ってたんですけど、ね、プロ野球のキャンプ始まるんで。あ、なんか踏んでる。いや、戻ってきました。ありがとうございます、ほんまに。いや、もうというか、もうこう今往復してるだけでちょっと汗かいてますもん。めっちゃいいねとかシェアとかフォローもいっぱいしていただいて、ステーキ食べ、あのね、ステーキもね、初日、あ、2日目か、国際通りうろうろしすぎて時間なくなって、まあその時も配信してたんですけど、あのジャッキーステーキ行ったんですよ。もういっぱいやったし、閉店間近やったし、ホテル近かったんでテイクアウトして食べまして、絶対ステーキは店で食べた方がいい。美味しかったですけどね、あの謎のスープと。あれですよね、チュラミ水族館のとこですよね、元部長かなんかのピザ屋、あそこ有名で、カジンホやったっけな。あそこ昔行きましたけど美味しかったですよ。景色も良かったし、ちゃうかった、ごめんなさい。沖縄そば、ちょ、今から食べようかなと思ってんすよ。もうギリギリ滑り込んで、日曜日の昼混んでるかな。まさか沖縄そば沖縄に来て食べてないって。初日はね、あのキングタコス食べたんですよね。あ、そう、あ、ね、あそこね、カジンホ安いし景色いいしね、またいつか行きたいなと思って。女子付き、ね、炊き込みご飯ですよね。キャプテンカンガルー行ってないですね。ステーキ屋さんですか。名前からして勝手にステーキ屋さんとか言っちゃったけど、お菓子店、
あ、戻ってきた。いや、そんなこんなでありがとうございました。また後ほどもしかしたらのんびり海を見ながら配信するかもしれないです。のんびりっていうほどのんびりできないですけど、ちょっと風も強いんでね、申し訳なかったですけど、ハンバーガー、あ、知らない、ちょっと覚えておきますわ。あ、フォローありがとうございます。あ、余裕で沖縄でしたね。ハワイ行きたいですね。だからここだけ見たらハワイかな。ハワイです。これだったらハワイって言ってもなんかもう木もデレーンになってるけど、あいた、これ見たらもう完全に沖縄です。観光客はね比較的少ないと思います。今も日曜日の昼でこれなんで、雨の日ジューシーサービス、めっちゃいいサービスじゃないですか。そんなこんなでありがとうございました。また後ほど時間があればね、皆さん覗いてやってください。僕もできたらやろうかなと思ってるんで、海でね、夕方の飛行機までもう少し、これからも音楽とか散歩とかもぐもぐとか何かしらの配信するんで、よかったらフォローお願いします。沖縄いいっすよ。流木これですよね、スクランブル、スクランブル交差点渡って行きますわ。ほなほな、ほなほなとか言っちゃった、ごめん。ほなね、ほなほな、後ほどもっとまたよろしければ。今日の動画もね、また TikTok アップするんで見てやってください。フォローよろしくお願いします。あ、監視でお願いします。いろいろ沖縄のこと皆さん教えていただいてありがとうございました。それでは、それでは後ほど失礼します。ありがとうございました。ミヘデビル。